西川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。西川團十郎さん、襲名から1年ちょっと慣れてきた歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが10月11日都内で会見を行い、今日の年中行事吉例顔見世興行12月1日から24日として、京都南田で13代目市川團十郎白猿襲名披露と8代目市川新之助初舞台の公演を行う。当たる辰年吉例顔見世興行当代合同大歌舞伎について思いを語りました。昼の部では新之助さんの南田初舞台となる外郎売襲名披露狂言として團十郎さんとボタンさんが親子共演する男立て花の吉原などを上演。夜の部には襲名披露口上と襲名披露狂言の助六ゆかりの江戸桜といった演目が並びます。團十郎さんは2022年10月31日の顔寄せ手打ち式東京歌舞伎座を経て13代市川團十郎白猿を襲名し、市川團十郎という大名跡が9年ぶりに復活。その後22年11月から24年10月まで襲名披露興行を随時行っています。襲名から約1年が経過し、ちょっと慣れてきましたと心境を明かし、自分の中で意識が変わってきましたが、歌舞伎の中での認識といえば、團十郎の重みは子供の頃から知っておりますし、そういう意味ではまだなりきれてはいないかなと思います。徐々にですね、と話していました。團十郎さんが南田に出演するのは8年ぶり。團十郎の招き看板が掲げられるのは11年ぶりとなり、どこか自分ごとではないような懐かしい感覚で楽しみですね、と期待を寄せます。スケロクでは女方の三浦屋揚げ巻を中村和太郎さん、中村小太郎さんがダブルキャストで、そしてヒゲの一休を市川おめどうさんがいずれも初役で務めることが決まり、次の世代に手渡すことにフォーカスし、未来への希望を念頭に白羽の矢を立てましたと配役に込めた継承の思いを語りました。長男新之助さんの初舞台、長女ボタンさんとの親子共演が話題に上がると思わず目を細める場面も。ボタンについては女の子でも歌舞伎で活躍できるという希望を持ちながらも、同時に現実を見る力も備わっているとし、自然と女優業に興味が湧くんじゃないでしょうか。人間関係の築き方、気の配り方や接し方で私が勝てるところはないとベタ褒め、新之助は特化した人物に育っていると語り、昨年史上最年少で外郎売を演じたことに対し、見事な成長を遂げていたし、彼にとって大きな成長だったと思うと背中を押していました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。